コスモは1967年5月から1996年にかけて松田が生産、販売していた乗用車である。1967年5月に国産車初のロータリーエンジン搭載車として発売。1972年から1975年までは一時期絶版車となっていたが同年に復活。1990年からは 同年から展開されたユーノスブランドのフラッグシップモデルユーノスコスモとして登場し1996年まで発売された。モデルは全てクーペタイプのボディを持っていたがその性質は世代によって大きく異なっていた。また三代目以外は世代ごとに異なるサブネームをつけて発売されていた。コスモスポーツは1967年5月にに シータークーペモデルとして発売された。同時に、世界初の実用、量産ロータリーエンジンを搭載した自動車でもあった。なお、世界で初めて市販されたロータリーエンジン搭載車は、正確には、旧 n s u バンケル車が1964年に発売したリアエンジン車のバンケルスパイダーである。これに搭載されたエンジンは、 ロータリーエンジン特有の多くの課題が未解決のままであり、いわば見切り発売であった。またそれはシングルローターのエンジンであった。これに対しコスモスポーツに搭載された10アンペア型エンジンはそれらの課題を克服して量産に耐えうるものであった。このため10アンペア型エンジンは世界初の実用量産ロータリーエンジンである。また、 10アンペア型エンジンは、多機等ロータリーエンジンとしても、世界初の市販車用エンジンであった。ロータリーエンジンの特性は、それまで各種のロータリーピストンエンジン理論において、証明されていた。しかし、100年以上の理論的蓄積にもかかわらず、ロータリーエンジンは量産されるには至っていなかった。このため、10アンペア型エンジンの搭載車である、コスモスポーツは、 ロータリーエンジンを量産車のエンジンとして最初に搭載した記念すべき存在と言える。1968年8月、マズダー 110S の名でコスモスポーツを用してニュルブルクリンクで行われた84時間耐久レースマラトンデラルートに挑戦した。このレースは生産者のスピードと耐久性が競われる文字通りのマラソンレースでポルシェ、ランチア、BMW、ソブ、 オペル、シムカ、ダットさんなどと激戦を展開した。結果は、完走を果たすのみならずポルシェランチアに次ぐ総合4位入賞となった。参加59台中、完走はわずか26台であった。コスモスポーツに搭載された10アンペア型エンジンは、それ以降ファミリアロータリークーペ、サバンナ RX-3 などに搭載された。10アンペア型エンジンは5つのハウジングで、 構成されており、開発目的が量産規模の小さいスポーツカー搭載用であるため、エンジンは0 8 1 3 1 3百0 1 c の2台のローターハウジングまで含みすべて総アルミニウム合金であった。コスモスポーツ以後の量産モデルでは、サイドハウジングが中鉄に変更されている。コスモスポーツの10アンペア型エンジンは、 炭素鋼が容赦されており、高価かつ手の込んだものであるのに対し、10アンペア型エンジンより、後のエンジンでは、特殊中鉄を高周波やき入れ加工したものが採用され、量産化、低コスト化が図られている。また、加工法もコスモスポーツの砂型鋳造に対し金型、鋳造とされ、大量生産された。コスモスポーツは、 前期型が1967年に343台、販売されたのを皮切りに、1972年の後期型の最終販売車まで、累計1176台が販売された。発売までのロータリーエンジン開発経緯は、ロータリーエンジンを参照。1963年10月26日から11月10日に、開催された第10回全日本自動車賞に、 マツダロータリーエンジンとして、400cc1 ローターと 400cc2 ローターの2種類の試作エンジンが出展され、合わせてロータリーエンジンテスト用試作車の写真パネルも会場に掲示された。車両の展示はなかったが、当時のマツダツネジ社長が自らコスモスポーツの一時、試作車、マツダ802のステアリングを握り、遠路はるばる広島から自動車ショーの会場に乗り付けて、 話題をさらった。また、キロには、各販売会社、メインバンクの住友銀行、池田隼人首相などを訪問したというエピソードも残っている。なお、初めて、コスモスポーツのプロトタイプが一般に公表されたのは、自動車ショーが開催される6日前の1963年10月20日、月朝日新聞市場においてであり、これは朝日新聞のスクープであった。 ちなみに、一時試作車は少なくとも2種類存在し、高ごそ32から85のナンバープレートが取り付けられた個体は、前後ウィンドウスクリーンのウェザーストリップにメッキモールが、なく、ワイパーは平行式の3ブレードで、クォーターピラーのエンブレム取り付け位置は下より、カーラジオのアンテナの取り付け位置は、リアガラスとトランクリッドの間、横長のテールランプは中央に、仕切りのある4灯タイプ。 という仕様であった。高ごそ57から35のナンバープレートが取り付けられた個体は、前後ウィンドウスクリーンのウェザーストリップにメッキモールがあり、ワイパーは平行式の2ブレードで、クォーターピラーのエンブレム取り付け位置はピラーの中央、カーラジオのアンテナの取り付け位置は右リアフェンダー上部、横長のテールランプは中央に仕切りがなく外観上は二等式に見えるものであった。 この2台のマズダ802がサプライズとして自動車ショーの駐車場に姿を現した。一時試作車は自動車ショーが開催されるまでに5台製作されている。翌1964年の9月26日から10月9日に開催された第11回東京モーターショーに初めて実写が正式に出展された。出展時の名称はマズダコスモであった。 搭載されたエンジンは 399cc にローターの L8 アンペア型。小失転車は二次試作車で、一次試作車とはテール部分の衣装が大幅に異なり、量産車に近いものとなっていた。また、サイドウィンドウに三角窓が追加され、ワイパーは二ブレードの対向式となり、外観上の特徴の一つであるフロントフェンダーのルーバーが一次試作車の6つ。 穴メッキ物から細いスリットのメッキ物に変更されていた。二次試作者まではルーフの後部に左右のクォーターピラーまで覆う白いカバーが取り付けられていたことも外観上の大きな特徴であった。二次試作者は複数制作されワイパーが平行式にブレードのもの、ホイールカバーがハーフカバータイプで5ケツのホイールが装着されたもの、 センターロック式のワイヤースポークホイールが装着されたもの、クォーターピラーの幅が狭いもの、カウルトップの通気口が一時試作車と同様に、格子状のもの、フロントフェンダーサイドのエアアウトレットがルーバー状でないもの、ドアのアウターハンドルが長く、ドアパネルにくぼみがないもの、フロントターンシグナルランプのレンズがアンバー色のものなど、様々な仕様が存在した。 1965年10月29日から11月1日に開催された第12回東京モーターショーにもコスモスポーツのプロトタイプが出展された。出展者の名称はこの年も、まずがコスモであった。ショーの会場で配布されたパンフレットには、革命的なエンジンは、ローター数に単室容積 500cc と記載されていたことから、 出展者には 491cc2 の10アンペア型エンジンが搭載されていたと考えられる。三次試作車と思われる出展者は白いルーフカバーが省略され、ルーフ前面とクォーターピラーが白塗装となり、フルカバータイプのホイールカバーの衣装が少々変更されていた。また、フロントフェンダーのルーバーがフェンダーパネルに直接スリットを プレス成形した簡素なものとなっていた。これは部品点数と製造ラインでの工数を削減し、コストを下げるための設計変更とされる。この時の展示者は最終生産型と発表され、全国各地のマツダディーラーに委託して実用化テストを行うことが公表された。社外委託試験者と名付けられた試作車は？ 車体各部の特徴から三次試作車のマズダコスモあるいは三次試作車の改良型だったと推察される。社外委託試験は当初1965年8月から開始され、対応される試験車の数は30台の予定であった。1966年10月26日から11月8日に開催された第13回全日本自動車ショーにも続けて、 コスモスポーツのプロトタイプが出展された。出展者の名称はマズダコスモスポーツだった。実用化テストに基づきさらなる改良が加えられ、1967年春発売予定、価格未定とアナウンスされた。市販までに社外委託試験は各地のディーラーに対応されたマズダコスモ47台により、1966年1月から12月まで1年の 期間を費やして実施され、その間、本社では試作者による10万トルに及ぶ連続耐久テストを含み、総距離300万トルにも達する走行テストが行われた。コスモスポーツの前期型 L10A には10アンペア型ロータリーエンジンが搭載された。9.4の高圧縮比とツインプラグによって 110PS7000rpm。 13.3kg フォース M 3500rpm を発揮した。車重は 940kg と比較的軽量であった。エンジン以外の基本レイアウトは、この時代では常識的であったフロントエンジンリアドライブであるが、当時の日本製乗用車としては相当に高度なスペックがおごられていた。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン。 コイルスプリングの独立喧嘩、リアは独立喧嘩こそ断念されたが、バネした重量の軽減を図り、ドディオンアクスルをリーフスプリングで吊る形式が採用された。ステアリングギアには、クイックなラックピニオン形式を採用している。トランスミッションは4速フルシンクロで、ブレーキは前輪がダンロップ型ディスク、後輪はアルフィンドラムであった。なおブレーキは、 前後に系統が独立したタンデムマスターシリンダー式となっており、どちらかが故障した場合に備えた安全性の高いものとなっていた。ロータリーエンジンは極力低く、そして後方に配され、後のマツダのアイデンティティともなるフロントミッドシップの発想がすでに活かされていた。重量物であるバッテリーは前期型ではトランクに置かれ、後期型では 助手席後部に設けられたつまみで開閉する蓋付きのケースに収められた。ボディロータリーエンジン搭載用に専用設計されたボディはセミモノ国家方式であった。ボディは開口部以外には継ぎ目がなくハンドメイドのスペシャルカーゼンとしていた。また開口部のリッド類は来たるべき高速時代を見越してすべて安全な前ヒンジとされた。デザインにあたっては 革新的なロータリーエンジンにふさわしい、大胆かつ斬新なスタイルが望まれた。開発当初、当時の社長である、松田つねじから、売り出すつもりのないイメージカーだと言われたからこそ、この思い切ったスタイリングが生まれたとも言われる。全高は 1165mm と低かった。軽量コンパクトなロータリーエンジンでなければなしえない、デザインをという、 学芸大卒業の松田初のデザイナー小林平治の意図はその低さに結実し伸びやかなリアオーバーハングボディ中央を走るプレスラインと相まってコスモスポーツの未来的なイメージをさらに強調しているボンネットの低さとエンジンフードの小ささはロータリーエンジンのコンパクトさを暗示しているまたバンパーを境に上下に分けたテールランプも特徴的であるただし 全長に比して、リアオーバーハングが大きいスタイルのため、運動性の面では、不利なものとなり、スポーツのなどは裏腹に、むしろ、グランドツーリングカーとしての性格が強くなった。内装後期型コスモスポーツのインストルメントパネル。フルパッドのダッシュボードに組み合わされる、アルミニウムのインパネは、艶消しの黒で統一され、無反射ガラスの7連メーターが整然と並ぶ。内装は、 天井も含めて黒のビニールレザーのフルトリムとされ、通気性を考慮し、シート中央のみ白黒の千鳥格子柄のウールを使用している。前期型の L10A は縫製構えのためヘッドレストがない。前後に調節可能な3本スポークのウッドステアリングホイールが標準となっている。床敷物は真っ赤な絨毯で、シフトノブは自然に手を下ろした位置にあり、 腕を大きく動かすことなく操作できるショートストロークとなっている。クラリオンオートラジオ、トグルスイッチを上下に作動させるタイプのセミオートアンテナ、メーター焦度調節、ホーン音質切り替えにスピードワイパー、さらにマップ、足元、グローブボックストランクの角ランプなども標準で装備されていた。ドアは2段チェッカーであり、スマートに乗り降りできるように考えられていた。 座席の後ろには手荷物を置くためのスペースが設けられ、固定用ベルトも装備されていた。リアガラスは非常に極立の大きなものが用いられ、室内の開放感を高めた。RX-8 および歴代 RX-7 のリアガラスはこのオマージュとされる。助手席側サンバイザー裏面には鏡、足元にはフットレスト、 グローブボックス脇にはアシストグリップも装備された。内装のデザインは、相馬良一をチーフとする内装チームが担当した。販売価格価格は148万円で、同時期の趣味性の高い車種で比較すると、イスズ117クーペの172万円ほどではないが、ダットサンフェアレディ2000の88万円、日産プリンススカイライン 2000GTB の94万円と、 比べるとはるかに高価であった。走行性能ロータリーエンジンの走りは、レシプロエンジンとは、まさに異次元の感覚をもたらした。当時、ほとんどのレシプロエンジン搭載の国産車は4000、RPM を過ぎたあたりから騒音と振動が大きくなり、時速 100km を超える高速走行では会話すら困難となり、怒鳴り合うようにしなければならないことも、ままあった。 しかし、ロータリーエンジンは、レッドゾーンの 7000rpm まで静粛かつ、スムーズに吹け上がった。カーグラフィック誌による松田製、ロータリーエンジン車の燃費テスト結果を以下に示す。各年代の道路事情やテスト条件の相違などから、一概に結論付けられないが、以上の車の中では、燃費性能でトップの値を記録している。コスモスポーツ後期、斜め前方より、 コスモスポーツ後期、後部コスモスポーツ後期、右側面1968年7月には早くも、マイナーチェンジが行われ、ラジエーターエアインテークの拡大、ブレーキ冷却口の新設、ホイールベースとレッドの拡大、トランスミッションの5速化、前後ブレーキへのハイドロマスターが装着された。ラジアルタイヤ標準化、ポートタイミングの変更に伴う、 吸入効率向上によるパワーアップ等を施された。この結果、最高速は時速1 8 5トル時速2 0 0トル0から4 0 0ル加速も16.3秒15.8秒となった。マイナーチェンジによって当時としては高級品であったジーゼル機器製のカークーラーがオプションで装着可能となった。 このジーゼル機器製クーラーの価格は40万円を超えたという、ユニットは座席後ろの手荷物スペースに置かれたため、冷風は後方から吹き出す形であった。コスモスポーツ専用設計のクーラーであったため機器は悪くなかったが、スナッチが発生しにくいロータリーはトップギアで低速走行が可能であったため、当時の取扱説明書ではクーラー装着者はクーラー作動時、 シフトをトップ及び OT にし、エンジン回転 1500rpm 以下の低回転で、ノロノロ運転している場合オーバーヒート気味になることがありますので、このような場合はシフトを2速か3速にして運転してください。と注意を促している。また、室内のウォッシャーワイパーディマーターンシグナルの4、スイッチが1本のコンビネーションレバーにまとめられた。三点式、シートベルト、 調整可能なヘッドレストも後期型より装備された。パーキングや非常灯も装備された。この後期型の価格は158万円であった。なお、車両形式名は L10 バイトとなり、エンジンの排気量は変わらず、形式も10アンペア型のままであったが、ポートやキャブレター、マフラーなどの仕様が数回変更された。コスモスポーツの発売に合わせ、東洋工業は、 1967年6月1日の新聞各紙に世界の注目を集めてロータリーエンジン搭載者いよいよ登場と題する全面広告を出した。その広告は全面であることを生かし市販量産者としては世界初のエンジンであること、耐久性、革新性、スムーズさ、スタイリング、保証精度、装備、発表会の告知等を訴えるものであった。 その翌日の6月2日、今度はトヨタ自動車が 20GT の全面広告を出しており、当時のトヨタのマツダロータリーに対する対抗意識が垣間見える。その後、6月6日から11日にかけて、東京都中央区日本橋の高島屋でコスモスポーツ発表会が開催された。コスモスポーツ1号車が出品され、展示会、撮影会、試乗会といった内容であった。 松下電気産業創業者の松下幸之助は、松田つねじと信仰があり、ロータリーエンジンを評価して、コスモスポーツの顧客第一号となった。翌1967年には、調布八王子館が開通した、中央自動車道に、高速パトロールカーとして、警視庁第八方面交通機動隊に配備された。1971年の特撮テレビ番組、 帰ってきたウルトラマンにて、防衛チームマットの専用車両、マットビハイクルとして、後期型が登場している。その未来的なフォルムを生かして、大きな改造はなくほぼ量産車そのままの外観で、使用されている。また、同作のオマージュ要素が強い、エヴァンゲリオン新劇場版にもなーぶ汎用車として、登場している。コスモスポーツ製造中止より3年後の1975年10月に、 コスモ AP として復活した。AP とはアンチポリューション、公害対策の意味である。オイルショック後にマツダが初めて発表したモデルでコスモスポーツと路線の異なるスペシャルティカーとなった背景には北米市場の要求があった。このため内装、装備に至っても高級感と豪華さを押し出したものとなり赤いボディカラーと共に注目を受ける存在となった。 CM キャラクターは、宇佐美恵子。柴田初美の、マイラグジュアリーナイトを CM ソングに起用し、同曲は大ヒットを記録した。コスモ AP は、二代目ルーチェのモノコックのフロアパネルを強要化して、マツダのフラッグシップモデルとして、サスペンションや内装や装備を新設計した。またコスモで新設計したパーツは、他のマツダ車への流用を考慮して、 部品共用化によるコストダウン効果を狙った。モデル展開サスペンションエンジン外観当時は折からの自動車排出ガス規制の影響によってスポーツモデルが次々と消えていこうとしている時期であり、その中で登場したパワフルなコスモ AP は一わ目立つ存在となり、発売から半年で2万台を売り上げる大ヒット作となった。輸出名はロータリーエンジン搭載車が マツダ RX-5、レシプロエンジン搭載車がマツダ121であった。コスモ AP から遅れること2年、1977年7月にバリエーションモデルとして追加された。L は、ランドートップの頭文字で、高級馬車である、ランドオレットの屋根形式に由来する名前である。最大の特徴は、その名の通り、ランドートップにある。コスモ AP では、 ファストバックであったが、コスモ L では、ノッチバック、オペラウィンドウ、ハーフレザーのトップとなっていた。これも北米市場からの強い要求によるもので、マスタングをはじめ、トヨタのカローラ及びセリカなども2種類のバックスタイルのクーペボディを揃えている。ランドウトップのコスモ L は、リアシートの頭上高に余裕があり、居住性が良いことと、クォーターウィンドウが小さく、プライバシーが守れることで、 コスモ AP との性能、装備の違いはなくとも、やや高い年齢層に向けた高級モデルとしての位置づけであった。1979年マイナーチェンジ。AP と同様に、異形角形二頭のヘッドランプと高視聴のグリールへと変更。市場での評価とは別に、工場内での評価は全く異なるものがあった。ファストバック車両の場合は、プレスした車体パネルを溶接する際、 C ピラーの溶接部分が表に出てしまうので通常はハンダで表面を埋めてなだらかに仕上げる工程があった。ランドウトップではこの工程を省略できたので鉛理郊外も発生せずその意味で高い評価を得ることになった。1981年に登場した3代目コスモは4代目ルーチェと姉妹車になった。ボディバリエーションは3種類を揃えたが それぞれの登場時期は複雑で、まずは9月に2ドアハードトップが先行発売され、同年10月1日に4ドアハードトップ、2週間後の10月16日に4ドアセダンとロータリーエンジン搭載車がそれぞれ時期をずらして発売された。空力に配慮されたデザインが特徴であり、ハードトップは4等式のリトラクタブルヘッドライトを持つ。 中でも2ドアの CD 値は当時としては世界トップクラスの0.32を記録していた。エンジンは当初、従来型と同じ MA 型4気筒 2000cc、レシプロエンジンのみが先行発売されたが、2200cc ディーゼルエンジン12、12A 型ロータリーエンジンも10月16日の4、ドアセダンと同時に追加された。12A 型ロータリーエンジンは新たに6パイと、 名付けられた6ポートインダクションを採用。これは従来1ローターあたりプライマリーポート、セカンダリーポートと吸気ポートを2つ設けていたものを新たにセカンダリーポートをメインポートと排圧で開閉する補助ポートとに分割し1ローターごと3ポート2ローターで計6ポートとしていた。これにより回転数や負荷に見合った吸気タイミングの最適化を図り燃費や 出力の向上を謳っていた。1982年9月 12A 型ロータリーターボ車を発売。全域全速ターボと名付けられたこのエンジンは1982年当時の国産車の中ではトップクラスの性能を誇り、1980年代に行われる高性能戦争へ宣伝をつけた。インテリアではデジタルながら、 面積変化で情報を伝えるスピードメーター、サテライトスイッチの影響が見られる、メーターなせる両端に配した、エアコン、透過類、ワイパーなどのスイッチ、カセットテープを見せるデザインの成立型トランスポートを採用した、カーオーディオ、シートバックの中折れ機構などに特徴がある。自動車ジャーナリストの三本和彦は、1982年9月に、コスモロータリーターボを 自動車ジャーナリスト3人で、茨城県筑波郡や田部町の日本自動車研究所において、やたべ24時間耐久テストを行った。高速耐久トライアルとしては 2000GT によるものが有名であるが、6時間時点での 2000GT の新国際記録時速 210.42km を上回っている。1983年10月、マイナーチェンジ。 個性的なデザインからか、ルーチェともども販売が芳しくなく、4ドアハードトップのフロントマスクを一般的な固定式ヘッドライトへと変更した。同時に4ドア系23バイト型ロータリー、スーパーインジェクション車を設定する。なお、2ドアハードトップは従来のリトラクタブルヘッドライトを継承した。1984年9月、2ドアハードトップをマイナーチェンジ。 GT 以外の改良を行い、4ドア同様の固定式ヘッドライトに変えられる。1985年5月、モデル末期のグレード整理と手こ入れとして、レシプロエンジン車に、ジェンティールシリーズを投入。1986年9月、ルーチェがモデルチェンジされるとともに、コスモは4ドアサルーンを廃止し、2、4ドアハードトップのミニ整理。 1990年4月のユーノスコスモ登場まで、継続生産する。1988年10月、ボディカラー一部差し替え1990年4月、ユーノスコスモの登場により、3代目の生産終了。1990年4月、ユーノスコスモは量産車初のサンローターの、ロータリーエンジンを搭載した自動車として登場した。キャッチコピーは、クーペダイナミズム。 ボディは二度はクーペのみ。当時、マツダ販売チャンネルの拡大戦略を図っており、この車はユーノスブランドのフラグシップであった。歴代コスモの中では、初代であるコスモスポーツ以来のロータリーエンジン専用車であり、エンジンには13バイトル型と、市販車では世界初となるサンローターの20バイトル型の2種が設定された。 この車に使用されたユーノスのエンブレムはコスモスポーツのようなローターをかたどったものである。樹木を集めた世界で初めての CCS と呼ばれる GPS カーナビを20バイト搭載車のタイプ E CCS グレードに標準装備した。また高級クーペらしく内装にも相応のこだわりがあり、イタリアであつらえたウッドパネルをインパネに装着。 しかし全面に貼るようなことはせず、効果的に廃してしなよくまとめられていた。さらに、フルオートエアコンの操作は、カーナビディスプレイを兼ねるタッチパネルでの未操作が可能という当時としては、画期的な方式で、以降各社でも高級車を中心に普及することとなった。カーナビが標準装備されない場合は、液晶付きフルオートエアコン操作パネルが付く。いずれもシーケンシャルツインターボ。 これは日本車としては初の採用であった。グレードはタイプ ECCS タイプ E タイプ S タイプ SX。プラットフォームはマツダ JC プラットフォームを採用している。マツダエンジニアの夢であった V 型12気筒エンジン並みの滑らかさを持つといわれる3ローターエンジンである20バイトエンジンは非常に高出力で 当初333馬力で設計されていたが、当時の運輸省の行政指導により280馬力の国内自主規制枠内に収めることが必要となり、デチューンの上市販された。ターボへの排圧を低くし最高出力を抑えるため13バイトに比べ排気ポートが変更されている。その出力と構造ゆえ、メディアによっては、 リッター3キロの超高燃費車と紹介されることもあり、市街地走行での実際の燃費は2キロメートル L を維持するのが精一杯で条件によっては世界一燃費が悪いと言われるブガッティベイロン並みの1キロメートル L 第二まで悪化することもあった。20バイトのローターとローターハウジングは13バイトと同寸で排気量も3ローター車は 3500cc 以下区分に該当する。 その高燃費ぶりは、バブル景気の時代ですら、買うことをためらわせるに、十分な要因であった。シーケンシャルツインターボは、RX-7 に搭載されているそれとは、相違し、プライマリー側と、セカンダリー側で異なったサイズのタービンが採用された。20バイトルー搭載車のマフラーは、高回転域で経路が変更される、可変排気機能が採用されており、 4本のマフラーが回転により開口ポート数が変化した。外観では13バイトルー搭載車のテールパイプが2本出しであるのに対し20バイトルー搭載車のそれは4本出しとなっており容易に区別がつく。ターボ下級されたサンドーターエンジンの大パワーに耐えられる乗用車向け m t 用クラッチが当時は開発されていなかったため当時のスポーティーカーとしては 異例となる全グレード AT 車のみの設定となった。また、AT 向けた段式変速機も存在していなかったため、全車4足 AT のみであった。1991年には、ハードサスペンションや BBS のホイールを装着した、特別使用車タイプ SX が登場した。開発当初は、サンルーフの装備が企画されており、 液晶を用いた先進的な透過率化変式機が予定されていた。生産者にも専用回路が存在していたが、ノイズ処理や耐久性などの問題をクリアできておらず、販売の低迷でコスモ自体の採算が見込めなくなったため断念された。1995年8月、生産終了。在庫対応分のみの販売となる。1996年6月、 在庫対応分がすべて完売し販売終了。コスモの社名は初代と二代目の間に挟まれた生産停止期間を含めて29年の歴史に終止符を打った。ありがとうございます。